はいどうも、ネングシューターと申します。今回も異民族大場町続きをやってまいります。おそらく本日最終回を迎えると思います。最後孫権4都市でございますね。最後の最後、建安に7万、こちらにはですね、各長領官兵、助皇助手、宗匠、陸遜、領頭などですね、これらが一気に放出されるとですね、いやーこれしかも山ですからね、なんとかうまく山が得意なこの戦費協定向かわせたいところですが、これ馬長なんか突貫できてますからね。馬長を馬鉄が突貫できてて、奉仕長打できてますんで、ここら辺うまく運用しないとやばいことになりますね。では最終回、本日も楽しんでまいりましょう。剣は66000出ましたね。これうーわやばいかな、これうわ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 、これやばいな。流氷隊北に行きますね。流氷援助北に行くならなんとかなるか。ここ早いとここの船合流して攻撃態勢取りたいですね。でここは一旦引かせましょう。これ退却まですると釣られてくれないんで、こう巧みに巧みにちょっとだけ引く、追いつかれるかもしれないけど。一方こちら南海の方ですね、義援がなんか動いております。慶応攻撃1万2000か、いやこれきついな。もうペッコペコなんですわ人はいるんですよね、猛角がいるはず。で輸送効かないっすね、これ最後の最後でね、やっぱりなかなかうまくいかないもんですよ。さてどういう風に動くか。お、やっぱこっち来たか。やばいな、それはそれでやばい。馬長反応せんなよ。うわその数はやばいな。劉邦逃げる、やばいな。四季とかもやばいんだ、山越えてきたから。で艦中こんなところで大きくなってピョロロじゃない、今そういう時じゃない、ダメさあ馬長引けるかな。ここで一旦激励入れましょう。これ馬長の士気がやばい。で激励よーしからの新戦艦。うわーこれ参るな。うわこれ悩むな。これてか助行しかないか。これ核を倒したい、変なの食らう前に。足止めとかねすごい効きますんでね。足止めじゃないか。おっと2連携よーし、核は倒した。よしよしよし、もう一体倒しましたね。核はいいか。死者が到着しました。おお馬長すごい、スルッと後ろ下がりましたね。それはそれでやばい。こんな時に何ですか。荘園諸葛金陸外9400、いいでしょう承諾やると思ったさーてさてさて、馬鉄がやばいぞ。これ長領がやばいんでゲイハー打っときましょうか。ちなみに連携は3連携まで行きますね。これ新戦艦これだけ離れても入ったりするんですかね。ダメージが入れば行ったなんてことも。おお3連携だ、かましたかました。でもちょっとダメージ弱いな。といっても防御は600しかないんだが。さあ馬長が前に行く。リクソンと当たりましたね。まあ、なんとかなるかな。助行長領まだ混乱しております。助行は倒せるかもしれない。さらに助手来たか、これきついな。いやまあリクソンが倒せれば。お助行は引いた。そして戦雨砲がガタンですね。うわ来ないんだ、もうダメだこれお火やかましてきたか、まずいな。あ前行った、ナイスナイス。ちょっとここで新戦艦赤ゲージやっときましょう。新戦艦あ2連携うわさすが武力高いですね、あんまり効かなかった。そしてバウン力統率78上がってきてる。さてバウン力打てますね。激励もう一回入れた方がいいですかね。いやでも軍楽隊完成すれば馬長も回復するでしょう。というところで吸収ですね、効くのかな。バウン力の吸収連携お願いします。お三連携これならば総称撃破、よしよしよし。長領も撃破、上皇撃破、いいぞ。あとは助手だけだ。
軍学で完成ですね。ここで士気を回復させましょう。ああ、また賊を出しやがって。大丈夫か。お、なんだこれは。馬長上昇一騎打ち、ナイス。さすがスターは違いますね。馬長113、上昇64。さあ、おお、皇帝になってる。いや、あんまりお見せできないこれ。もっと馬長からかけ離れてしまった。再建エンプラー。うおー、すげえ、ありえねえ。おお、違和感しかねえ。序章いったかなこれ。気づか、さすが皇帝優しいな。ここまでです。ああ、早速いった。これで6人目。どうし、6人目だ。さて、懸案のところはですね、型がつきましたので、長打はね、この懸案では行きますからね。周り山道ですから頑張っていただきましょう。で、馬長は南海に向けてもう動きましょう。もうここはですね、輸送本当にきついんで、ここはもう待っても待ってもなかなか来ないようなところなんで。さて、一方こちら県業方面から海警に向かっている報徳隊ですね、南蛮勢も一緒でございます。この南蛮勢をですね、長玉馬中という2人の軍曹がですね、取りまとめております。これはもう突っ込んじゃって大丈夫でしょう。ここには孫権がいますね。出てくるかどうか、あとはこの義援ですね。この義援戻るかどうかですね。慶応はもう宿友猛角で守りましょう。そして孔子だ。最後の最後が孔子になる。マーレンジャーどうしようかな。何回にも入っちゃいけない気がするんですよね。まあ、孔子を攻める分だけの兵糧が、いやー、この距離じゃ厳しいですね。10万ぐらいはやっぱり必要だと思いますんで、最低でもやはりここは城に入らないようにするしかないですね。攻撃指示にしないで周りに張り付く。攻撃はゴツトツに任せましょう。ゴツトツを入城させる。それでいければいいですけどね。最後の一撃は一人入っちゃうかもしれないですね。この決定打が誰になるかですね。分かんないですけどね、そこら辺やったことないんで。ここでですね、懸案攻撃組と南海攻撃組分かれます。見ての通り兵糧はもうギリギリというか切れてます。まあなんとか輸送入ってますんで大丈夫だと思いますけど、もうここに来てですよ、初めて軍楽隊を作りましたね。よかった、軍楽隊なし縛りにしなくて。ここもですね、今から軍楽隊作ります。まあ、これでなんとか士気を回復してから南海攻め迎えるかなといったところ。懸案順調にですね、包囲してないですね。時間かかってますね。これ馬長隊兵数やばいですね。提案全然出ないんですけど、あれか、もうこれ直轄都市に知能持ちを呼びまくって意見を出させましょうね。まあ意見は出てるんですけど、知能持ちだったらまともな意見出すんじゃないかと。今までですね、日の目を見なかった能神たちもですね、ここで力を合わせて一緒に戦いましょう。今までこき使ってたくせに。知能持ちがですね、全然いないですね。これなんだろう、これイエスマンしかいないんですかね、これ。ここにはね、今んとこ2人行くとしよう。で、これ補充ってもしかして同じ州じゃないと来ないとかあります？そこまで気にしてやっていなかったので、私も。海警もう包囲してる感じですかね。ちょっと見てみますか。あ、行ってますね。もう6000、1万あったのが6000ですね。これはもう下手すらこのターンで落ちそうでございます。死者が面会を望んでいます。孫権来ますね。まだ諦めない。おお、ダブル名声。1万3000か。それでも2万いくでしょこれ。ちょっと安いんじゃないの。で、1万3000はね、今までで一番高いですね。もうスーパーファミコンの声のソフトぐらい高いですね。ということで承諾。いや、もっと高かった気がするな。1万8000ぐらいかかった気がするな。そんないかないか。ん、これ落ちましたね。人で落ちましたね。会計陥落。報徳さんは入んないで、
このまま南海方面行きましょう。そして孫権また捕まえる。孫権3回目から捕まえるの。解放。この恩は忘れない。絶対だな。さあ、僕六捕まえてきましたね。もう全部解放してもいいですね、これもうね。よし、全員解放。すまない最後全員処断しようかな、今のうちだっつうのにね。あれ、猛角外に出したのに密会したが、おかしいな、今探索出したんですけど、それでも密会しましたね。落ち合ったな。だからもうちょっと遠く行かせるか、これ軍で出さないと。もう猛角が慶応で旗揚げするのもう決定事項だ。これ抽選88、絶対やばいやつだこれ。もう出すか。もう義援式52だから、これいけるでしょ。番号でさ、もう飛ばしちゃえばいいんすよ。あんまり出したくないんすよね。もう行きましょう。これガチンコファイトだ。これ義援と戦ってこい、この野郎。出番だな。だ、ケンヤンが退去半分。また孫権入ってますね。また捕まる気ですね、これ。もうわざと捕まって、これまだ動揺かけてくる。激励入って霊領の標本はなくなる。誰が想像しただろうか。まだギリギリの戦いをやっているのだ。よし、ここはもう異民族のみんな総攻撃だ。これどんなに遠くからでもいい、総攻撃で行くぞ。よし、裏切った菊江も出るんだ。もういいんだ、兵糧なんかなくなったっていいんだ、総攻撃だ。みんなみんな攻守を目指せ。南海まではなんとかする。よし、老公からも出るぞ。全員でエンディングを目指すぞ。これ誰一人欠けることなく、まああと3つ、ついにこの異民族帝国完成する日が来ましたね。おっと、懸案が落ちましたね。よし、懸案に入場したらすぐさま講師だ尊敬4回目こんなに捕まるのもね、珍しいですよ。はい、解放。捕虜いっぱいいるだろうな、これまた。何人これ、55人よく捕まるね、また。じゃあこれは動詞だけフォローにしよう。あと名声結構いるな、名声だけは取るわこの5人でまだ名声はフォローに取るわ。3列2人もいますね。ここら辺も来ないかな。なるべくね、もう全員登用して終わりたいんですよね。よし、解放。この恩は忘れません。解放何人だ、48人解放。解放48か。ん、そういえば猛角どうなりました。猛角、うう、戦う寸前、頑張る猛角。あ、義援逃げてるぞ。おい、追いかけろ。残るは南海講師です。さあ、続々とみんな集まっている。すごい行軍だ、異民族の大移動だ。よし、馬鉄の政治上がって寺院が完成だ。いよいよ南海だ。一歩一歩統一に向けて進んでおります。ん、いけるかな、これで。つながってますね。よし、南海へ向けてご連携ください。レッド、あ、単発、ここで単発、そこでカットイン入れられる。よし、これはじゃああれだな、これ5人単発で落とせってことだな。分かった分かった。よし、行こう。おー、ご連携 12,000。 最終回もきっちりね、ご連携見れましたね。さすがにこの数ね、この数目の前にしたら何回もね、グーの音出ませんね。何回というか、あの歴戦の武将たちもグーの音出ないですね、これ。おっと、何回はもう士気がゼロになって最終段階。これはどっちだ、兵が先に落ちそうだ。これもオーレンが死んだ。224年7月、オーレン死亡。龍海も死亡か。結構序盤からいて、おっと、包囲戦場、これ来た。あ、これは進軍しやすい。孔子までの道が一本つながりました。一本どころじゃない、太い馬車道ができたのでございます。よし、ここは馬長皇帝とどめです。南海の息の根を止める。4連携8200、これにて南海は落城。よし、あらら、馬長入っちゃったわ。うわ、いっぱいあるな。ガセだ、ガセ入んないかな、無理か。
ここら辺の同志だけを捕虜にして、あとは解放しよう。借りは返す。お、しばしいたか。43人解放。さてゴツトツ、今回も頑張ったな。指揮兵数8000だったな。8000から、そうだな、よく頑張ったから2万空いてるな。2万。しょうがないな、飛び級だ。うん、このご時世飛び級だな。よし、よく頑張ったな。さあ、いよいよですね、最後の講師。この数で攻め込みます。いや、これは本当にプレイヤー側だったら本当に罪だなと思いますね。これは防ぎようがない。しかし講師を攻めるのはもちろんマーレンジャーだけだ。あとはみんな囲んでその歌を歌うんだ。この数はひどいな。これ呂布シリーズの最終回よりひどいですね。これすごい数、もうとんでもない部隊数出したから、すごい輸送が大変ですね。もう国全力ですよ、全員総出。そうする必要はないのに、全員総出でやることになりました。大事業です。さあ行きましょう。みんなの夢を乗せた中華統一だ。お、ウキンが言った。もうそんな年数なんですね。そしてアンテ、ピョロロじゃねえよ、ほんと最終回までピョロロしやがって。ほんとピョロロが爪痕を残そうとした。お、バウン力魅力上がる。ここで幸せの靴を発揮していく。お、魅力ガンガン上がりますね。これ幸せの靴どんどん履いてますね。どんどん履くわけじゃないと思うんだけど。さて、もうこれ最終局面じゃないですか。これついに最後の爪、その時が来ましたね。詰めてまいりましょう。狙うは曹操の首と言いたいところですが、全勢力武将、まあ能力で見たら統率がね110とか言ってるんで、曹操はもういません。いつの間にか曹操は寿命でいったようですね。名品の数で見ると装飾がですね23個、これは曹操が持ってたものを全部引き継いでます。これを見ると曹操はやはり寿命でいったようですね。打倒曹操の夢はもうついえてしまいました。しかし我々名だたる固有武将すべて撃破して中華統一目前に迫っておるわけです。モンゴル帝国が元を建国する1000年も前に、我々異民族が手を取り合って中華統一するというところまでやってまいりました。では行ってまいりましょう。さあ馬長、先陣を切って城に取り付く。そして続々とまあ一族、おお、びっくりした。いやいやいや、あ、ガッセが逃げてしまった。今まさにというところでいろいろ起こるものでございます。報徳来ましたね。どうした？初期面報徳、彼ももちろん城攻めに参加していただきましょう。そして長玉、何か、うん、ゴツトツ。しっかり働いてもらおう。さてこれですぐさま放てるかな。微妙に入ってるかな。あれでも馬鉄に繋がってないですね。ダメだこれは。まだまだ OK、 これでいったでしょ。うん、黄色い線見えてるかな。見えてますね。 OK、 大丈夫大丈夫、行きましょう。まさか講師を一発で落とせるなんて思ってないけども、ここは硬いでしょうね。大衆孫権、最後の5連携見せてください馬長。ああ、3連携5900、続けざま続けざま、馬隊だ、馬隊はここだ、ここにいるぞ。4連携
8300。うん、そしてかました白馬鉄器、いいとこで入れてくる。この囲みだとこのターン最後になるかもしれないですね。お、馬鉄早い。うん、しかし馬鉄の赤ゲージ溜まったところで攻守は半分に減った。うん、ここは次のターンまで待って馬長で決めましょう。おっと、最終段階、おそらく5連携決めればこの状態だったらいけるかな。さあ最後のギャンブル、5連携馬長の連動だ。ああ、4連携だ。誰だ、いなかったの今。てっちゃんだな今の、てっちゃんいなかったな。さあ最後落ちました、講師4連携でも落ちたんだ。ついにこれにて馬長の天下統一達成されました。孫権軍滅亡、敵将捕らえました。この敵将の中には王位、あれ以降がいないな。衣装はいるけど以降がいない。以降行ったか。炎鋼も途中から見なくなりましたよね。いつの間にかやっぱり寿命で行ってますね、数々のライバルたち。教授はまた生きてますね、剣を。最後に宗神、まあ結局初段をしたのは曹操ですからね。宗神は捕まえて戻っただけ、当たり前のことです。罪を憎んで人を憎まず、宗神は解放だ。門はいずれ、いずれも何ももう終わりなんだ。そして全員野に放つ。この恩は忘れません。中国大陸からは貴様ら追放する。追放エンドだ。さあ続々と城に入っていく我々の同志。224年12月、両軍が天下を統一しました。まあ一族誰も欠けることなく天下を統一いたしました。ついに天下を統一したぞ。この馬長が乱世に終止符を打ったのだ。これからはヒャッハーの時が訪れるがな。おめでとうございます。新民一同、兄上の偉業を心から称えていますぞ。うむ、だが俺一人の力では成し遂げられなかった。皆が俺を信じ支えてくれたからこそだ。改めて感謝するぞ。そう謙遜されますな。兄上の功労は誰の目にも明らかです。これは誰なんだ。それに本当に大変なのはこれからですぞ。乱世を終わらせることより知性を築き維持することの方がはるかに難しいのですから。そうだな、二度と乱世を招かぬことこそ今後俺たちの使命。まずは日本に攻めよう。後々これが元寇と言われようとも、それがあまたの軍友と戦い最後に残った者の責任であり義務というものだろう。皆の者、これからもよろしく頼むぞ。えいえいおー、えいえいおー。天下を統一した馬長は疲弊した国土の回復に着手し、各地を巡ることで安定を図った。さらに戦法遠征と各国ヨーロッパまで、南海貿易括弧インドネシアまで乗り出し、遠方の国家と交易と侵略を行うことでより豊かな国となっていった。こうして建国された領は異民族の侵攻による混乱異民族侵攻による混乱まで200年以上もの間栄え続く異民族なんですけど、こっちが面白いな。馬長の名は中華史上最高の名君として名を後のように残したのであった。ちょっと泣ける。いやー、いいエンディングですね、本当にね。はい、ということでですね、今回で異民族王馬長最終回となりました。振り返ってみるとですね、序盤
あの治安が上げられなくて、人が少なすぎて、あそこはきつかったですね。思い出すのはまずそこですね。あとは曹操とのね、仁義なきあの戦いの数々、まあ、序盤は曹操を手玉に取ってですね、負傷兵ゲットで稼がせてもらったりとかですね。しかしやっぱり連合がきつかったですね。あの波状攻撃はこの武将の数ではなかなかきつかったです。あれは割と編集してるんでね、あの準備しとるところ、戦略フェーズですか、ははしょってますんで、実はすごく細かく細かく舞台もね、一マス一マス微妙にですね、じりじりと調節したりして、結構ですね、一つ一つの操作時間もかかりましたし、一生懸命考えました。何より一生懸命考えました。とても楽しかったですね、最終回まで。さ、次回はですね、長久挑戦してみようと思います。まあ、また明日にでも投稿できるように努力してまいります。お楽しみくださいませ。というところで、異民族馬長シリーズ最終回、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。